結果を発表していきます。第1試合上第2位京都府警察対大分県警察の試合は京都府警察の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。第3試合上女子の部岡府対岐阜県警察の試合は大阪府警察こちら勝ちとなり準決勝戦進出が決まりました。
結果のお知らせをします。第4試合場女子の部警視庁対大分県警察の試合は警視庁の勝ちとなり準決勝戦進出となりました。